金湾空撮金湾は沖縄本島中央部東岸にあり、葛連半島、平安座島、宮城島、池島、金岬に囲まれた湾である。北西南東系約1 5トル北東南西系約1 1トルの大円形海域からなる。沿岸の自治体は沖縄県うるま市と金町。最深部は池島と金岬の間にあり、 水深65から70メートルである。北部の水深は、おおむね20から40メートルであるが、湾内に浮かぶ西の岩と呼ばれる岩礁の南側は、水深10メートル程度の浅い海が広がっている。湾の南端部は、特に浅くなっており、埋め立てによって、沖縄本島と平安座島とを結ぶ、海中道路が建設された。平安座島と宮城島の間にあった海域も、 埋め立てられて、石油備蓄基地となっており、宮城島と池島との間は、池江大橋で結ばれている。湾内北部の海底は泥、南部の海底は砂が多く、湾の南縁、北縁、中央部にはそれぞれ珊瑚礁が連なっている。浅瀬に囲まれ波浪が穏やかなため古くから、天然の良好として利用されてきた。リゾート地としても池江ビーチ、寺士ビーチ。 串川ビーチ、ウケンビーチ、ヤカビーチなどの海水浴場が整備された一方で、石油備地区基地、串川火力発電所、石川火力発電所、近石炭火力発電所などが立ち並ぶ、沖縄本島のエネルギー基地でもある。ありがとうございます。